はい、どうも皆さん、こんにちは。えッこです。それでは今回なんですけども、AU 新料金プランポボ、2021年3月開始、アハもソフトバンク、オンライン、楽天モバイルとの比較もということで、ついに本日、AU から新料金プランが発表されました。僕も本日ですね、YouTube で新料金プランの発表会を見ていまして、その内容をですね、簡単にまとめさせていただきました。僕のチャンネルでは普段キャッシュレスやポイントに関することをまとめていますので、もしかすると動画内で至らなく点があるかもしれないので、そこは優しい目で見ていただければと思います。それでは いってみましょうということで、今回はですね、AU の新料金プランポボが発表されました。こちらはですね、2021年の3月開始予定となっております。で、さらにですね、今年の夏から 5G に対応するということになっております。まあ、こちらはですね、あの、ドコモが発表した、あの、ドコモの新プランの AHAMO とか、ソフトバンクが発表したソフトバンクオンラインとかに対抗する新料金プランになります。読み方はこちらポボというらしいです。で、早速内容の方に入っていこうと思うんですけども、今回は発表されたスライドをですね、ちょっとそのまま引っ張ってきました。 少し画面が暗くて申し訳ないんですけども、今回のポイントはここみたいですね。とにかくシンプルにということで、まあ AU はね、独特な新料金プランで結構有名みたいなんですけども、今回はとにかくシンプルにということで冒頭で始まりました。で、内容はまずここ、月額料金 4G、5G に対応して、20ギガで月2480円となっております。 で、少し下にも出てるんですけども、国内通話は30秒ごとに20円となっております。で、今回のその発表会でおっしゃってたのが、いわゆる今普通に電話をするよりインターネットの通話ですね。例えばその LINE とかを使って通話とか、そういった方がもう今世の中的に多くなっているから、国内通話は有料ということになっております。まあ、普段からね、電話をしない方からすると結構嬉しいのかなと思いますね。で、次にですね、お客様のニーズに合わせたトッピングをということで、 まあ、いわゆるそのオプションみたいなものをですね、自分が好きにつけたり外したりすることができるというものも発表されました。なので、この月額料金2180円20ギガに、さらに自分が好きなものを加えることができるということになっております。まあ、そのトッピングの由来がね、あの、ちょっとこれ、発表会の時に思わず突っ込もうと思ったんですけども、まあ、今アイスとか、ピザとか、まあ、トン、カレーのトンカツとか、まあ、そういったものに関してのトッピングから引っ張ってきてるみたいですね。 で、そのトッピングの第一弾ということなんですけども、通常のこの料金に加えて、ここに国内通話5分以内のかけ放題が毎月500円、これが加えることができるということですね。なので、後ほどね、あの比較もするんですけども、このトッピングをすることによって税抜き2980円の金額になるということになります。なので他のね、 三大キャリア、かつ楽天モバイルと比較しても同じこれで料金になるかなという感じですね。まあ、ここが付けたり外したりできるっていうのはちょっと大きいのかなと思いますね。次二つ目のトッピングとして、いつでも 20GB とは別に200円で24時間データ使い放題というものも発表されました。まあ、今のその世の中的に発表会で言ってたのはま、ズームのオンライン会議ですかね。まあ、そういったもので一時的にちょっとデータ容量をその日だけいっぱい使いたいっていう時に使うオプションみたいなことをおっしゃってましたね。ですけども気をつけてほしい。 のはここなんですよね24時間1日のみプラス200円税抜きなので1日だけなんですよねなので毎月毎月というわけではなくてその日だけ24時間ということになるんでまあ、ちょっとここの詳細は今のところちょっと何とも言えないところではあるんですけども1日だけというところがポイントとなりますで他にもですねまあどんなトッピングとかどんなそのオプションみたいなものが追加されるかっていうのは随時まあ追加予定ということもおっしゃってたんでここに含まれないものがまだまだ入ってくるのかなという感じですねで画面性的にはこんな感じとなってました トッピングメニューということでまあ、オンオフが簡単にここで切り替えれますよということをおっしゃってたんですけども僕が一つだけ気になったのはんこれってシンプルなのかなと思って <laughs> 結構冒頭にねシンプルなプ料金プランとはおっしゃってたんですけどもなんかこう付けたり外したりするところは魅力的なところではあったんですがこれがちょっとシンプルかどうかっていうのは人それぞれ変わってくるのかなという風うにも思いましたで実際のねサービスの開始スケジュールなんですけども1月に今回発表されて2月飛ばして3月にサービスが開始されるという ということになっておりますでサービスと開始と同時にトッピングサービスについても順次追加されるとで夏には 5G に対応するという予定になっておりますで他にもですね本日発表されたのが POBO 以外にもまあ、AU の使い放題 MAX のプランであったりとかあと UQ モバイルの繰り越しプランについても発表がありましたまあ、結構これはこれでお得だったなという風に思いましたねまあ、機会があればもしかするとまとめるかもしれませんで早速ですね3大キャリア新プランでそこに楽天モバイルを加えて比較をやってみたいと思いますまあ、ここに楽天モバイルを加 あるのはどうかと思うんですけどもまあ、ちょっと似てる部分もあるので見てみましょうということで左からアハもソフトバンクオンラインポボ楽天モバイルでまとめてみましたまず月の料金なんですけどもアハもソフトバンクオンライン楽天モバイルに関しては税抜き2980円となっておりますでポボに関しては2480円ということですねまあ、これを見る限りはねポボがちょっと安く見えるとこでもありますよねでデータ容量なんですけども AHA もソフトバンクオンラインポボに関しては2 0ギガでソフトバンクオンラインに関しては l i n ガム 無制限ということですね。トークと通話に限るんですけども。あと、楽天モバイルに関しては、楽天エリアであれば無制限で使うことできるんですけども、そうじゃない場所では au 回線に切り替わるんで、5GB となっております。で、ここ最近僕、楽天モバイルを使ってて思うのは、いつもね、朝動画とか見るときに楽天エリアで動画を見てたことがあったんですが、気持ちちょっと遅くなってるなっていう印象ではあります。まあ、わかんないですよ。一時的なものかなと思ったんですけども、ここほんと数週間前ぐらいからちょっと重たくなってるんで、あ 結構人気出てるのかなという風な印象ではあります。続きまして、データ容量超過時の通信速度なんですけども、それぞれ 1Mbps ということですので、通信制限かかったとしてもこれだけ出るので、まあ、ギリ YouTube とか見れるかなという感じで捉えていただいてもいいのかなと思います。で、次にここですね、通話料なんですけども、アハモに関しては5分以内であれば無料。で、ソフトバンクオンラインに関しては5分以内であれば無料。で、ポモなんですけども、先ほどもお伝えしたように、無料通話がないんですよね。30秒ごとに20円かかります。 で、楽天モバイルに関しては無制限。楽天リンクを使って通話すれば無制限でお電話をすることができます。ここ強いですよね、やっぱり。次に 5G なんですけども、4社ともに一応対応するということになってます。で、通信速度なんですけども、これは僕が勝手に独断と偏見で丸と三角をつけております。アハモに関してはドコモ回線を利用するということで丸。で、ソフトバンクオンラインに関してはソフトバンクの回線を使うということで丸。で、ポポに関しても、これは au 回線を使うということを確かおっしゃってたような気がするので、一応ここを丸にさせていただきます。 で、楽天モバイルなんですけども、楽天エリアであれば、まあ、使えるかなと。で、au 回線に入れば、ここもまあ、普通には使えるんですけど場所によってはちょっと弱いかなっていうところもあったりもします。まあ、ここはね、人それぞれ変わってくるかなと思いますね。次に、かけ放題オプションなんですけども、アハモであれば1000円。で、ソフトバンクオンラインであれば1000円。で、ポポなんですけども、もしですね、もし5分以内の通話オプションつけたら、月に500円かかるんですけども、国内通話がこれで、まあ、5分以内であれば、かけ放題となります。で、1500円をプラス払えば、かけ放題オプションを つけることができます、まあ、ここもね、ちょっと話題になってたんですけども、通信料金が2480円。 で、さらにそこに5分以内の通話かけ放題のオプションですね。500円をから払ったら、これで合計2980円になるので、まあ、実質ね、あの、4社とも横並びということになります。で、先ほどもちょっと料金プランの解説のとこでもお伝えしたように、この通話オプションが、まあ、付けたり外したりできるっていうところが結構メリットかなという感じにも思いますね。で、続きましてこちら。eSIM なんですけども、ソフトバンクオンラインと p o o そして楽天モバイルに関しては対応してるんですけども、アハモは僕がちょっとまだ調べる限りは、今特に発表されて で、契約事務手数料ですね。ここのアハモと楽天モバイルに関しては0円ということなんですけども、ソフトバンクオンラインは今の時点では特に発表されてないのと、 ポポも公式ページを見る限りは特にはなかったんですよね。もしかするとどこかに出てた気がするかわかんないんですけども、もしわかる方いらっしゃいましたら教えてください。そして MNP の転出手数料なんですけども、アハモに関しては0円でソフトバンクオンラインはまだちょっと出てないんですよ。で、楽天モバイルは0円で、ポポに関してはちょっと前にも発表があったんですけども、確か昨日かおとついですかね。この MNP の転出手数料が無料になりましたよということですので、まあソフトバンクオンラインもまあこの流れ的にはまあ0円になるのかなというふうに予想しております。そして 契約できる場所なんですけども、アハモそしてソフトバンク、オンラインポボ、楽天モバイルに関しては全部オンラインで手続きをするとで楽天モバイルに限るんですけども、これは店舗で契約することができます。まあ、こういった手続きとかが慣れてる方であればね。オンラインの方でサクッとできると思うんですけども、不慣れな方からするとやっぱり店舗でできるので、それは結構楽天モバイルが大きいのかなと思いますね。続きましてポイント付与なんですけども。一応今現在ではアハモに関しては1000円で10ポイント。まあ d ポイントが付与されるとで楽天モバイルに関しては100円で。 ポイントの楽天ポイントが増やされるとでソフトバンクオンラインとポボは出てないんですけどもおそらくまあソフトバンクオンラインに関してはまあ、ラインポイントが付与される可能性はなんか高そうですよねこれ勝手に思ってます僕がポボはちょっとどうなんだろうという感じなんですけどもポンタポイントあたりなのかなっていう何か発表あればちょっと面白そうですよねでキャリアメールなんですけどもこちらは4社ともなしということになってますちょっと前の動画でもコメントいただいてたんですが意外とこうキャリアメールはちょっと仕事で使ったりとかそういった方がいらっしゃるみたいなのでそこがあるかないかは結構大きいみたいでしたね で、あと、ここですね。主な特徴ということなんですけども、まあ、特徴っていうか特典もちょっと含めてるんですが、まず、アハモなんですけども、3000ポイントの期間用途限定の D ポイントがもらえるということなんですが、ここ左上のとこですね。まあ、もし、この D ポイントをもらうためには、事前にエントリーが必須となってますんで、もし、アハモを検討されている方はですね、公式ページの中でエントリーを行っておいてください。で、続きまして、こちら、ソフトバンクの LINE なんですけども、まあ、先ほどもちょっとお伝えしたんですが、LINE ギガノーカウントということで、いわゆるその LINE のトークであったりとか、LINE 通話が通信量無理、 無料ででででで利用すすするるるることができるということとととがきいいいいううううななななののもももしですね、まあ、普段かかから LINE をめちゃくちゃゃく使っっっててて方であればかなり強に思ま次にポポなんですけども、こちらまあ特徴としてはやっぱトッピングですよね。ちょっとトッピングって言い慣れないんですけども、例えば今左上にも出てるような24時間データ使い放題とか、まあ僕自身はあまりここに魅力を感じるかっていうと何とも言えないところではあるんですけども、もしね仕事とかで一時的に使うとか、もうそういった方であれば、まあ、ちょっと嬉しかったりするオプションなのかなというふうにも思いますね。 そして楽天モバイルですね。まあ、ここはもう相変わらずいい意味でバグってるんですけども、まず今現在だと楽天アンリミットに申し込むことによって5000円分のポイントがもらえます。これは楽天ポイントの期間限定がもらうことができたりとか、かつ1年間無料のキャンペーンというのも行ってます。スマホ本体も一緒に購入すると最大2万ポイントまでもらうことができたりするので、まあ、メインの端末はもちろんなんですけども、サブの端末として試しに持ってみるっていうのも正直ありなのかなというふうに思いますね。まあ、僕もね、今現在は楽天ミニを使って、 まあ基本テザリングとかで使うことが多いんですけども、意外と便利っちゃ便利なんですよね。福岡市内に住んでるんですが、まあ、楽天エリアも徐々にこう広がりつつはあるので、まあ回線の速度はなんとも今言い難いところではあるんですが、すごく重宝してるっていうところではあります。 まあ今お伝えしたように、今アハモとソフトバンクオンライン、ポボ、そして楽天モバイルということでまとめさせていただいたんですが、正直なところやっぱり悩みますよね。今お伝えしたこの3社の中のどれかに変えようかなというふうにもちょっと思ったりするとこではあるんですけども、まあもしねその変えたタイミングとか、まだまだちょっと詳細が発表されてないとこではあるので、これが全部整った上で、まあ切り替えるかどうかっていうのは検討しようかなというふうに思っております。 まあそんなこんなで今回は AU の新料金プランのほぼ、そして三大キャリアプラス楽天モバイルのかん料金について簡単ではありましたけども、比較させていただきました。まあそれぞれね、まあ料金自体は発表されていはいるんですけども、ここからさらに詳細どんなものが追加されるのかとか、これを付けたことによってこれが割引されるのかとか、まあそこが今からどんな風な発表があるかで、かなりその契約するかどうかの境目になってくるのかなという風に思っております。で一応ですね、今回僕も簡単にまとめさせていただいたんですが、もしかすると 僕が間違えてる点とかあるかもしれないので、そこはぜひですね、そこも含めてご自身が思うことなどあればですね、下のコメント欄に書いていただければなと思います。で、今回お伝えした A の診療金プランの公式ページに関しましては、下の概要欄にリンク貼ってますんで、こちら詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで,で、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。